クリーモフ VK107 クリーモフ VK107 は第二次世界大戦中にソビエト連邦で生産された液霊 V 型12気筒の航空用エンジン。クリーモフ M-105 エンジンの後継として開発され約9戦闘機などに搭載された。VK107 は M-105 の後継として開発されたエンジンである。両エンジンのシリンダーの寸法や 排気量は共通していたものの、設計上の共通点は少なかった。VK107 は、高出力を発揮するため、人筒一つあたり四つの弁を有する形式に改められ、クランクシャフトやカムシャフト、下級機も再設計された。VK107 の量産の準備は1942年に整った。しかし生産現場には、新しいエンジンを受け入れる余裕がなく、 また既存のエンジンでドイツ軍機に対抗可能だったため量産は一旦見送られた。ドイツ軍が高出力のダイムラーベンツ DB605 エンジンを搭載する BF-109G 戦闘機を投入するとこれに対抗する形で1944年に VK-107 の量産が始まった。VK-107 を搭載した約マイナス9戦闘機は第二次世界大戦末期に 実戦投入され、性能の向上した、ナチスドイツの BF-109 や FW-190 に対抗可能な機体として活躍した。同期は、戦後もしばらく、ソ連最後のレシプロ戦闘機の一つとして、重要な位置を占めていた。一方で、VK-107 は、性能の割に操縦員や整備員から不評だった。エンジンの対応時間は25時間しかなく、 これを縮めないために緊急出力は限られた場面でしか使えなかった。また2列に並んだ気筒の間に排気を集める構造は整備性に問題があった。VK107R を搭載した MIG-13 の図。ありがとうございます。